はい、NHK の BS プレミアムでね、アマちゃんが再放送になってですね、もうツイッター上で、早くも話題になってるという記事が出てましたね。相変わらずの人気の高さだって言うんですけど、まあでもね、本当にアマちゃんね、面白いですからね、再放送でもやっぱり人気があるんですね。ね、聞くところによると、工藤官九郎さんはね、アマちゃん書くときに、もう禁欲生活に入ったっていうね、どんなにいいね、綺麗な女性を見てもね、決して心を動かされなかったっていうね、噂があるとかないとかね、どういうことかって、工藤官ってね、ねずっちです。まあ、これが言いたかっただけなんですけどね。それでは、ライブに行ってきまーす。